こんにちは。今回は本日から始まったイベントについてご紹介していきます。そのイベントがこちら、100人一騎ですね。原石や育成素材等が入手できます。イベント期間は約10日ほどです。参加条件として、稲妻の魔人任務、序盤のクリアが必要です。今回も日をまたいでコンテンツが開放される形式ですね。その他の詳細は後ほどご紹介していきます。まずは会話系のイベントを消化しましょう。場所は稲妻なので、そこは注意ですね。会話系をカットしまして、こちらが報酬の画面です。計6ステージあり、原石はトータルで420個も入手できます。ぜひ少しずつ進めておきたいですね。こちらが秘境に入った場面で、まずは右下の難易度を変えましょう。全報酬もらうには、2000ポイント必要ですが、ハードの倍率2倍でも、大丈夫でした。続いてこちらがチーム編成の画面です。お試しキャラで、星5キャラもいますので、ぜひ使ってみましょう。パーティの構成として、範囲攻撃ができるキャラが、とてもおすすめでした。この画面で見えるキャラとして、カズハ、カンウ、シャンリン、北斗、などですね。攻略が難しそうでしたら、気軽にコメントください。続いて、右上のスキルを設定します。これは5つのパーティに2つずつ装備できるので、ぜひ装備をしておきましょう。個人的におすすめなのが、2段目にある、通常比喩の各元素ダメージバフです。今画面に映してる部分で、非元素、氷、雷など、すべての元素があります。ですので、パーティ編成の際に、いろいろな元素キャラを混ぜるのが、おすすめです。その他の比喩に関しては、今回は一旦割愛させていただきます。お悩みがあれば、こちらも気軽にコメントでご質問ください。では実際に挑戦が始まった場面です。基本的には、敵をひたすら攻撃していきましょう。5つのパーティで、一定時間が経過すると、ダメージが全く出なくなるので、交換する必要があります。こちらがその場面です。一気に1桁レベルのダメージになります。画面右側に、チームの変更ボタンがあると思いますので、交代しましょう。PC であれば、T ボタンになります。初日は敵の耐性など、あまり気にせず攻略できると思いますが、イベント後半では、敵の耐性も考慮して、パーティ編成する必要があるかもですね。一旦今回の動画としては、以上となります。攻略が難しいなどあれば、ぜひ気軽にコメントくださいね。それではご視聴ありがとうございました。良ければ、高評価チャンネル登録もお願いします。